ストップ南西諸島の自衛隊配備院内集会&政府交渉ということで、本日は宮古島からティナヌファの、石峰香織さん、曽内由香子さん、また奄美から佐竹京子さん、はい、あと軍事ジャーナリストの小西誠さんをお迎えいたしまして、院内集会と政府交渉を行います。で、今何が起こっているのかということですが、辺野古では新基地が建設される、高井ではヘリパッドが作られる、伊江島では訓練施設がどんどん作られています。そして訓練が強化されている。で、沖縄の米軍基地も強化されている中で、与那国島、石垣島、宮古島、沖縄本島、奄美大島への自衛隊配備で、ここに配備される部隊がですね、有事即応部隊なんですよ。すぐ戦争するための部隊なんですね。普通の自衛隊基地にある自衛隊は、その自衛隊がそこにいて、そこの周辺で訓練をして有事に駆けつける部隊なんですけども、ここに配備される部隊は、もう有事に対応する部隊ということで、そこで有事に備えるという、そういう場所なんですね。つまり何かというと、そこは戦場になりますよということを想定した配備です。で、12月3日には、宮古島市民全体への住民説明会が行われました。ここで質疑応答がされたんですけど、たくさん質問の手が上がる中で、防衛省は時間ですからといって、質問を打ち切って、裏口から帰っていったんですね。で、ずっと、防衛大臣をはじめ防衛省の、方々が住民に丁寧な説明をするっていうことをずっと言ってるんです。なのに質問にも答えないっていう、本当に最低限の質問です。その日に出た質問を全部答えるぐらいは本当に最低限だと思うんですけど、それさえもやらないまま、もう工事がどんどん進んでいます。弾薬庫と射撃訓練場を作る場所をずっと防衛省を探していました。で、9月6日にボラ鉱山という、宮古島の東の方なんですけど、これはちょっと地図はないんですけど、東の方にある鉱山で、もう土を掘り尽くして役に立たないような場所なんです。そこを弾薬庫にするということで調整中ということで、9月6日に、報道されました。これが本当広くて、すごくもうすでに深くなっているんで、工事はしやすいようなところですけれども、で、ボラの集落はこの距離を見てもらいたいんですけど、ボラ鉱山から右上のところがボラ集落なんですけど、ここが近いところで200メートルの距離なんです。で、あと七股っていう左上の方にも集落があって、ここは370メートルの距離、とても近くに集落があります。で、ボラの方々は、まだ決定の報道はされてないけれども、決まってから反対しても遅い、千代田と昇を見ていて、そう思ったということで、決定される前に反対決議をしようということで、ブラックで反対決議を挙げました。それが12月10日です。そして1月11日に産経新聞が報道したんですけれども、ボラ鉱山に決定したと。防衛省は、説明会で千代田カントリーには弾薬を詰めたミサイルは置かないって明言しましたよね。まずじゃあその確認します。どうですか。はっきりと説明しましたよ。何度も新聞にも何回も載ってます。千代田カントリーには弾薬を詰めたミサイルは置かないんですよね。具体的な運用についてはお答えを差し控えさせて。いやいや言ったんですよそれ。私自身が聞きました。野原公民館での説明会で弾薬を詰めたミサイルは置かないんですねって聞いて、置きませんと言いました。それに対してなんで今答えられないんですか。その説明会自体が虚偽説明ですか。申し訳ありません。千代田地区にはですね、ミサイルを確かに積んだミサイルを置かないっていうのは、はい、お答えしているのは存じております。存じてますじゃなくて、そうですよ、それでいいんですか。結構でございます。じゃあ、弾薬を、いつか詰めますよね。詰めた時のミサイルはどこに置きますか。
具体的なその積んだ場所とかですね、積んだ車両どこに置くかについては、運用についてのことにございますので、我が国の手の内を明かすことに、手の内じゃなくて、させること、すいません、手の内じゃなくて、私たちの生活に影響するから聞いてるんですよ。千代田カントリーに置かないんだったらボラに置くしかないですよね。申し訳ございませんが、重ね重ね申し訳ございませんが、具体的な運用方法についてはお答えするのを差し控えさせていただきます。三木さん、私も何度も聞いてるんですが、千代田カントリークラブではミサイルは置くけど弾薬は置かないって何度も聞いてるんですね。とすると、先ほど三木さんはその通りですとおっしゃったから、じゃあ千代田でミサイルに弾薬を積むことはできないということでよろしいですよね。弾薬は来ないんですね、千代田には。千代田カントリークラブで弾薬を積むということはございませんが、その具体的な運用についてはお答えするのを差し控えさせていただきます。でもね、2つしかないわけですよね、千代田とその鉱山のところと、そして千代田では、ミサイルは置くけど弾薬は置かないって言ってるわけだから、もし弾薬を置いて詰めたらそれは虚偽になっちゃうじゃないですか。で、今日も三木さんは千代田カントリークラブでは弾薬を積まないって言ったわけだから、残るのは鉱山でしかないじゃないという理解でよろしいんですよね。そこに弾薬を詰めたミサイルが待機するっていうしかないじゃないですか、論理的に。大変申し訳ございませんが、今ここでちょっとお答えするのは、いやだってね、千代田では弾薬詰めないんでしょ、弾薬詰まないんでしょ、つまり空のミサイルしか置けないわけだから、そのミサイルは鉱山に行って弾薬を詰めるしかないじゃないですか。ミサイル、弾薬をつけたミサイルが千代田カントリークラブに来たら、さっき三木さんや歴代の防衛省が言ったことが虚偽になるから、千代田では絶対にできないんでしょ。とすると鉱山しかないじゃない、道路の途中で詰めるのかって。申し訳ございません、今現時点でお答えすることは困難でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。申し訳ございません。